バイエルンは、ティッセンノルトゼーベル系無電工場で1993年12月16日に寄港し、1994年6月30日に浸水、1996年6月15日に収益し、第六フリゲートセ隊に配属された。命名、浸水式では、当時のバイエルン州首相、エドムント・シュトイバーの妻カリン、シュトイバーが命名し、 バイエルン州が公演団体となっている。1996年1月15日から大焼け身を開始する。1999年にはアライドフォース作戦に参加しアドリア会に展開している。2006年に第2フリゲート戦隊に所属変更される。第2機動隊軍第2フリゲート戦隊に所属し、ビルヘルムスハーフェンを母校としている。 2021年8月にドイツを出港し8月29日にはソマリア沖のアデン湾で派遣海賊対処行動水上部隊として派遣されている海上自衛隊護衛艦ユーギリと共同訓練を行ったその後オーストラリアやグアムなどに寄港した同年11月4日から5日にかけて関東南方海空域において海上自衛隊護衛艦 サミダレと日独共同訓練を実施し、同一日、東京国際クルーズターミナルに寄港した。独海軍艦艇が日本に寄港するのは約20年ぶり。5日は、岸忍防衛大臣が本館を視察した。本館のインド太平洋地域への派遣に際しては、中国に寄港することも計画していたが、独側の打診にもかかわらず、中国政府は、 本館の上海入港を拒否したという。バイエルンは日本を出港後、大北朝鮮制裁を定めた国連安全保障理事会の決議に基づく、瀬取リの監視活動も行う。2022年2月にドイツに帰還する予定。関東南方海域において海上自衛隊護衛艦サミダレと日独共同訓練を実施するバイエルン。ありがとうございます。